こんにちは、ハッスルジャパンです。今回は日本の防衛省がレールガンの開発に取り組むと表明した話題と、こちらの話題に対する海外の反応についてお届けします。防衛省は政府の2022年度当初予算案に65億円を計上し、 SF 映画やアニメなどフィクションの世界に存在していた兵器レールガンの研究開発に注力する方針を示しました。周辺国などで極超音速ミサイルの開発が進んでいることから、新たな防空手段として2028年以降の配備を目指しています。レールガンは電磁力を用いることによって超高速かつ超射程の弾を連続で発射することが可能となる兵器です。アメリカでは研究を一時停止するほど技術的に難しく、日本としても決して課題が少なくないと考えられていますが、日本が開発に本腰を入れることを伝えるニュースには外国人から期待の声が相次いで寄せられています。それではこちらの話題に対する海外の反応についてご紹介します。日本にはレールガンの完成を本気で期待してる。日本は新幹線の創造主だ。だからレールガンだってきっと成功するはず。日本がガンダムにレールガンを搭載する、そんな日を待ってるのは俺だけじゃないだろ。私はお台場にあるガンダムは本物で自衛隊の兵器の一つだとちょっと思ってる。むしろ日本以外の国は極音速ミサイルに対してどうやって対抗しようと考えてるんだろうか。これは暴言だよ。言うだけなら誰にでもできる。日本は実際に小惑星に探査機を着地させてるからな。小惑星はどんな極超音速ミサイルよりもはるかに速く単独で移動してるのにもかかわらずだ。数学はそれを熟知してる人たちが用いると素晴らしくクールなものになり得るってことだな。日本アニメの超電磁マシーンボルテス V でもこういったテクノロジーが使われてたよね。それが現実のものになろうとしてるのか。日本は65億円の予算で開発に動き出し、2020年代後半には配備を進めたいとしてる。一方で米海軍は中止を決めるまでに15年の歳月と600億円を投じていた。正直ガンダムの方がポテンシャルが高いと思う。世界中で不穏な動きがある中でこの報道は特別だ。明るい兆しは常にあるということだね。これが現実になったらすごいな。完全にゲームとかの世界だもん。俺たちは何ていう時代を生きてるんだ。日本は UFO が襲来する情報でも掴んでるのか。米海軍はレールガンの開発を中止した一方で、日本は極超音速に対抗するためにその後を引き継ぐわけか。宇宙戦艦ヤマトのような世界を期待したいな。アメリカの代替兵器は何になるんだろう。パワーレーザーとかそのあたりかね。もしかして日本は本気でヤマトを復活させる気とか。しかもレールガンを搭載させて、危機を感じたことで眠れる巨人が目を覚ましたんだ。強大な日本が眠りから覚めたんだよ。もしレールガンから発射された誘導弾が生き残れれば、ミサイルをミサイルで迎撃するよりもはるかに費用対効果の高いミサイル防衛手段になる。だから日本は開発に動くんだ。アメリカは開発を中止したよね。アメリカが失敗した技術を日本は成功に導けるかな。実際に日本が開発に成功させたら米軍も喉から手が出るほど欲しいと思う。テクノロジーに関しては日本に任せておけば大丈夫さ。まあそれだけ現在の国際情勢に対して強い危機感を覚えてるってことだろうね。極超音速の目標に命中させるのはかなり難易度が高いけど、日本がレールガンをどういう風に設計するのか今からかなり楽しみだ。昔だったら絶対にありえないって考えてたけど、日本ならきっと成功させるって信じてるよ。以上が海外から寄せられたコメントとなります。